まあ地球よ旅立つ船は。なんでかかってるんだろうね。シャバと向かいのお店ですかこれは。おそらくそうですね。ここにはムービーメーカーです。よろしくお願いします。第4節4戦目ということでね、はい、さあこのムービーメーカーも好評を惜しまれつつ4節終わりますんで、まあ、4戦5戦と終わったところで、はい、じゃ区切りかなと。まあ、前回ね、はい、梅谷慎に来ていただいて、はいはい、そうですね、もうありがたい、その効果もあってか、はい、4節初の勝利で終わる。勝つことが大事ですか、枚数じゃないです、まずは勝って止めるというね、でかい。いくら勝ったんでしたっけ。150枚ぐらい前回のね、4節3戦で150枚ぐらい浮いたと思うんで。確かそうですね、頑張った。あ、さあ僕がそうだ、春日で頑張ったんだ。そう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 、そうでした、そうでした。君が頑張れば頑張るほど僕の投資が加算でいってまあ結局こうプラスマイナス、そうですね、こうキューキューってこうやっちゃったんですね。あ、なるほど、そうそうそうでした。まあ、なんで、4節の合計差枚数でもマイナス3500-600枚まだあるんじゃないかなですね。このままではもう今日なんてホワイトボードは持ってきましたけど僕マーカー忘れましたっていう意味がわからない。ホワイトボードを持ってこうって持ってく時点でマーカーはセットじゃございません。全然、うわ今日携帯持ってきたんですけどねバッテリーないっすわっていうのと一緒ですよこれ。懐中電灯持ってきたけど電池ないですよっていうようなもんですからお弁当持ってきたけど箸忘れたじゃないですか。ああ、いいねいいね。山田持ってきたけど今日痩せてるよみたいなもんですからね。あ、意味ないですもん、うん、意味ないまで言ったねあなた。意味ない、ちょっと言い過ぎた。卒業した大先輩にお前は太ってなければ意味がないと言いましたね。あ、絶対山田さん見ないでほしいです、ぜひ見てほしい。この回だけは見てほしいです怒られる。はいはいはい。そんな中でも我々あの診断を抑えましたから、はい、そうなんですよ。それが配信される頃だからデビューして1週間後ぐらいですかね、なってますよね多分1週間後。はいはいはい、はい、あのイニシャル D をね、はい、2人でちょっと打とうかと思います。ギャンブーランブルですよ。え、ギャンブーランブル知らないですか。何ギャンブーランブル。いや、あのイニシャル D のタイあの有名な主題歌。あー、いや全然わかんない。え、今最後ダンボールって言うのもう一回歌ってみて。ダンボールって言ってるね絶対。メキャランボーなんですけどね。ダンボール。いや、もう一回もう何の気負いもなく何の気負いもなく言ってみたいな。ナスタユエダンスタメキャランボー。いや、今ナンボーだったよちゃんと。だから今意識を感じたな。2回ダンボールって聞こえたな。まあね。どうした、なんでつぼったの、怖い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 、つぼるとこないわ。自分でちゃんと多分ダンボールって言わないようにしたんだなって自分で自覚したらちょっと面白くなっちゃってよそ行きになったもん急にそんなん求めなかったのによそ行きになったもん、はい、すいません、はい。あーほらまたガーッ、またパチンコ玉が。そうですね、今池袋の街を1000万発のパチンコの玉がジャラジャラジャラ定期的に来るこの音は何なんでしょうかね。はい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 、さあということでね、はい、今日はイニシャル D が打ってって、はい、なんとか今日プラス7500枚で折り返せるように頑張りましょう。そうです、なんかイニシャル D が珍しいシステムで業界発売だらけみたいな。発売だらけなんだね、A プラス AT 機なんですよね。 A プラス AT 機っていうので、いつもでもないんだよね。そう、ようわからんなんで、ようわからんなんで、言ってしまえばセンちゃん以来の A プラス AT 機じゃないですか。ああ、センちゃんね。もちろんセンちゃん、パネルは見たことあるよ。センちゃんね。みたいな感じでなんかどんどん気になるんで、はい、頑張りましょうね。まあまあ今日はね、あのイニシャル D ちょっとまずかった場合は松崎さんセンちゃんに行くので、あれも楽しみにしていて。ここちゃんとセンちゃんもあるんですよ。よろしくお願いします。さあ、じゃあ打っていきましょう。はい、は、僕も勉強しながらなんで、ちょっと調べつつやりつつなんですけど、うん、僕は一応マイスローも入れて、ちょ、マイスローが何を係数するのか分かんないんで、1ゲーム回したらちょっと確認します。さすが豆そして入れた瞬間、
なんか枠がキラキラしてる。これがなんかここのランプがついてれば超広角なんだけど。とかで、で、ゆりかんリセットの時は、温泉街広角から絶対スタートするみたいな。なるほど。じゃあここで引きゃいいんですね。はい。あとなんか早々に当てた初当たりの時の AT 入ったら伸びやすいとも書いてありました。ほう。番長3ですね。そう、そんな感じです。恩恵があるっぽくて。うん、あ、ガッくんしましたよ。私の代。じゃあ僕も行きましょうか。そんな思えよ。で、まあ基本、さあ行きましょう。まあ基本あれですね。左リールにバーガラ狙いでチェリーフォローしていきつつ、まあスイカまで滑ってきたら、中段リールだけ、あ、中段？中リールだけスイカ狙い。赤7目安に行きます。有力感ランプは通常ではつかないっぽいですね。これはリプレイ。ちょっとマイソロ見てみます。なんか急に来たよ狙いが。はいはい、早速、はい、ドリフト目、ドリフト目、ドリフト目が2種類ぐらいあったよね確かね。そのドリフトルーレット今の形と発展6ゲーム。ああ、マイソロは子役も共通ベルも、チェリーもちゃんと見れますね。かわいいね。はいはい、見れますんで。子役あんたいらなそうっす。こっちでしょ、明らかにこっちでしょあんた。こっちでしょ。いやもう何光ってるの見えないの。やりすぎ、やりすぎじゃないよ、いいよ。お、弱地。まあこれに設定差があるらしいです。まあ当然のように僕は数えません。マイスロ入れたら勝手に数えてくれますよ。マイスロ入れたら勝手に数えてくれる。はい、そうか。赤まで行ったよ、弱地で。弱地で赤まで行ったよ。あれあれ、なんかヒョウ柄になったよ。当たりました。当たった、キリン柄か。やった、これ当たったでしょ。弱地で行ったわ。ボーナス当たったとかあるんですかね。わかんない。なんだろう、なんかわかんないけど、弱地しか引いてないんだけど。広角中の弱地ってことかな。はい、はい、うん、当たり、当たレジェンドチャレンジ、これチャンスゾーンに当たったと。チャンスゾーンに当選したってことっぽいですね。チャンスゾーンに当選ってことだね。出てくるのが何ですか。21、そうそう、これが5種類ぐらいあるんだよね。そうっす、これが欲しいのよ、これが欲しいのよ。お、結構いいやつ、ドリフトゾーン、2つ目かな、真ん中くらい。いや、上から2つ目だよ、確か。とかの確定とめっちゃいいので特化ゾーンから始まる可能性があるやつと、その下だよ。あ、そうだ。で、結構期待できるってことですね。押し順を当てればいいチャンスゾーンです、確か。行こう。お、リロック。まあまずは順押しから。はい、ダメだそうです。残り3ゲーム、全5ゲームかな。おいおい、さらっと終わっちゃいそうだよこれ、大丈夫。お前押し順っつったらお前ドンスティンクフィールの俺しかいない。あ、見えた、真ん中左右。はい、いきますよ。これで行ったらかっこよかったのに今。でも押し順待ってましたね。待ってたんだ。お、タクベルなんじゃないですかね今のって。ダメだってこと。継続ですかね。かいし、おーおーおー、フロロゾーン。あれ一番上に行ったっす。一番上に行ったね。これもだから AT 濃厚だよね確かね。なんか大丈夫っぽいっすね。しかも特化ゾーンから始まるんじゃない。あれ、やらかした私。 なんでやれてるんですか。やらかした私。当たった、当たったね。え、早くないっすか。まあこれイコールもう濃厚みたいな解析だったからね、うん、早いっすね。1000円です。1000円です。え、ちょっと見ますね。これで AT ってことだよね。はい、そうです。特化ゾーン来るのかな。
匠。普通に始まりました、ね、普通に始まったね。歌がね、イニシャル D はね、すげえ素晴らしいんですよ。すごいね、アムロナミエを感じるね。違うね。あ、これダンボール？これ多分ダンボールです。あ、いや、これ違う。デフォルト歌変えられるんですよ。あ、じゃあ変えない方がいいね。危険だから。ラスト、これで継続抽選ですね。レジェンドバトル、ぜひ。予告出たよ、もう大丈夫。あ、もう大丈夫です。もう V って書いてあるしね。継続確定です。マコ、サユキ、まあまあまあ勝ちますわ。危な、安全運転でね。うん、さあ続けましょう。はい、ということでバトルバート、やば、すげえ強い。高橋圭介さん、よく見る顔の人だ。お、プッシュが途中で初めて来た。あれ、あー、なるほどね。このパートではいいよってことか。これを総合的に考えていくってことか。おい、ビクトリースイカでビクトリー。これは緑のとこでスイカを引いたからってことかな、確か。うまい、はい、これでクライマックス。まあここが勝つんですよね、変な話聞いたから。なんとかスイカのおかげで勝てたって感じかな。あ、このウィンの時に確かサブ液晶を触るとなんかとかしてたの。白、なんかここの色がウィンの表示で出た色によって設定させてて、この白が青、緑、赤みたいな感じに変わってって、で紫ぐらいから設定2以上とか確定が確か出てきます。さあバドル、あれよく、ここでか、また弱地。あ、予告出た、また継続よ、またこの女の子らだ。せえ、まあっていうことですよね、はい。あ、やべえ、あ、ここか、ここだ。ウィン、さあどうだ、白。ずっと白、白がディフォルトですよね、確か。はい、4セット目、長里さん星3つ。
まあ、まずはスイカからですね。演出としては弱いってことかな。クライマックスバトル、セーブ。スイカもちゃんめも引けず、頑張れ。ダメだ。はい、この終了画面がエフェクトなのかな。あ、エフェクトでディフォルトなのかな。これは大ドリフトベルかな。結構引くんすね。ステーチェンで、またこれが前兆ステージなんだ。おお、峠攻めてますね。どう？おお、いったいったいった。なんだなんだ、これは何が当たるんだ。チャンスゾーン、チャンスゾーン、チャンスゾーンですか。はい、チャンスゾーン僕も当たりました。148ゲームレジェンドチャレンジ。はいはいはい、どうぞ。同じ、僕も服部さんがされちゃったのと同じドリフトゾーン。はい、さあ来た。さあ、僕も、いや僕はハサミで。ダメあ、僕も入りました。ドリフトゾーンじゃん、頑張れ、うん、これダメで、でも俺上位に行ったけどね。そうす、僕はハサミタイプなんですよ。ダメ。これなんか、お、なにこれ、昇格じゃない。お、当たってた。あ、なんだっけな、このタクベルで当たったベルの 50% か3分の1とかいろいろ解説があったんですよ。そっちの外れでも当たる方に当選してたんだと思います。おめでとう。ありがとうございます。私は153ゲームで、投資は5本、レジェンドラッシュです。はい、さあやった、僕もやれた。レジェンドラッシュです。あ、そうか、そうだよね。演出としては弱いってことかな。やった、クライマックスバトル。大丈夫大丈夫大丈夫なのこれ。いや、そこは継続なんじゃない。あ、でも単発もあるか。めっちゃ強い人来ましたよ。一番強いやつで、それこれ真ですよね、つまり。そう、真です。チャンス。チャンス。ダメだったっすよ。終わった。41ゲーム18枚。マジで？41ゲーム18枚で純増1切ってますからね。純増 0.5 枚ですからね、これ。ある種で代表。とりあえず資料画面でサブエキションを触ると示唆があるから。青。弱奇数下です。あ、7揃えたら惜かったんじゃないかな。8でいいよ、8でいい。はい、8でいいです。ありがとうございます。誰が来るの。あ、よく継続確定。一人すらさせてもらえません。あはは、2以上目立つ。
おお、どうしたどうした、リーロック。おお、2個いった。おお、もう1個、もう1個、もう1個、何が起こった、何が起こってる、何が起こってる。